2枚目の壁画はどんなだろうな。早いとこ見物しようや。よう、ライト、この絵をどう見る？神々、いや人間の宿命か。死の女神エトロが流した血より人間が創造された。だが人間の命は永遠ではない。神々の思惑に翻弄され、時には道具のように利用され死んでいく。そんでカオスに飲まれてくんだ。今は世界にカオスがあふれて人は寿命をなくしちまったから、永遠の命がありそうな気がするが。不老であっても不死ではない。病や事故で簡単に死ぬ。しかも子供は生まれやしね。な、笑わずに聞いてくれよ。私はさ、人は死んでも生まれ変われる気がしてたんだ。命が尽きても魂は消えず、いつか蘇れるってさ。そう信じれば、守りたいもののために死ぬのも怖くなかった。でも、今は違う。死んだら終わりだ。何にもならねえ。死んだ人間の魂は、生まれ変われもしないまま、永久にカオスをさまよい嘆き続ける。バニラは救いたいんだろうな、そういう死せる魂を。どっかでカラクリが動いた。閉じてた通路が開いたらしいな。探ってみよう。最後の画廊はその奥だろう。死んだ人たちの魂が嘆いていると言いますが、目に見えるわけでもないので実感しづらいですね。死者の声を聞けるというバニラさんから、亡くなった人たちの願いを聞き取れるんでしょうか。よし、2個目の破片だ。あと1つだな。ああ、聖殿門を開くクルクスがもうすぐ完成する。